とあそれで思い出したよ、はい、今なんか審判って偉いんかそんなに。いやもう威厳がありますよね。何なのあれ、あのベンルイ出てたびにこうやってあのご挨拶するの選手は。いや何も分かんないです。気持ち悪いの俺あれ見るたびに。それであいつらはね礼儀正しいってまた言うんだよ。礼儀がね、うん、SNS の礼儀で挨拶して何が悪いってアホなやつがいるんだよ。でもねこんなやつに限って道端でやっても挨拶しないよ。まあまあそりゃそうです、ね、野球選手は、はい、知らん顔してる。お前らそれ反対だろって。ブランド挨拶しなくていいんだよ。喧嘩の場所だから。喧嘩する相手にこんにちはなんてやるかよ。いやまあそうですね。でアンパイアもう喧嘩でしょほとんど、はい、選手と。まあそうですね。それになんでこうやって今度じゃあアウトをセーフしてねって言ってるのか今度ストライクをボールって言ってねって言ってるのかお前っていうね。まあね根性はいやらしいよね。で挨拶するあのポイントが違う。なるほど。球場でも挨拶しんやついっぱいいるじゃない。いや、いますよ、いますよ。知らんか、どこのおっさんみたいな顔しやがってね。そうですね。あの野郎って昔だったらぶなぶってるけど、ちょっと濃いみたいな感じ。うん、こっちの濃いんやけどね。そのくせやな、ベースの上でアホみたい。バカじゃないか、お前。そうですね。あれ言わなきゃダメだよ、OB がもっと。そうですね。でね、アンパイアもね、はい、気分いいんだろうな、多分。いや、やっぱり挨拶されるとね。うん、出らそうにね。ね何お前、石ころじゃん、お前はもともと。石ころなのにさ、なんでお前がこうやって偉そうにしてんだよ。江本さん、これ YouTube チャンネルで、うん、編集カットはないですよね。いやいや、なんとないよ。わかんない。いや、だからその扱いなんだから、まあ、審判っていうのは、はい、権力者じゃない、うん、単なる判定する人、まあ、ジャッジメントですか、ね、それからゲームを進行する役割、はい、だからアウトかセーフを判定する、はい、ね、何も人間に対しての裁判官じゃない、警察官でもない、まあまあまあ、確かにそうですね。なんか勘違いしてる、うん、まあ、今もう5分以上あの抗議したら、うん、もう即刻退場とかね、うん、まあ、いろんなルールがありますけど、ね、まあ、それはね多少いいとしても、うん、その要するにそのなんか権威を履き違えてるよね、うん、アメリカのエヴァンスの審判学校とかでそんなことばっかり覚えて帰ってきたやつがね、うん、もうすぐ「あのゲラー」ってすぐ退場するのは権力だと思ってるんだ、うん、あれ権力じゃないんだよ。まあそうですね、うん、だからでも江本さんね、うん、まあ、自分がマウンドに上がって、うん、今日の審判これだって、うん、おいラッキーっていうのはやっぱ相性ってあったでしょ。あるある。だけどまあそれはね、五分五分だと思うよ。だから俺はあの判定なんかもやめろと。五分五分っていう意味は良かった時もあれば悪かった時もある、はいはいね、だからそれを考えたらもうチャラじゃねえいうようなのが野球の面白さじゃないかなと思うよ。だからそのストライクをね、はい、どう見てもストライクなんでボールって言う時もあるじゃん、アンパイアに。うる、なんでボールって言うのそこで。で次ちょっと外れてちょっと間を置いて外れたらプーって言うしさ、もういいじゃんそれでそこの関係が面白いんじゃない。審判とそれを機械のようにまるでね警察が終わりやって捕まえるみたいな、ね、そんなギクシャクした関係じゃないんだよ、まあまあ、審判と選手本来はそうですよね、うん、俺の時のね、福井山頂にしといたよ。これ銀行上がりでね、はいはい、知ってる？知ってます、ずんぐりむくりのね。真面目でね、はいはい、普段は酒飲んでわーわー言う人なんだけどね、はい、これがね、もう辛いわけよ、外角が、はいはい、こうやってカーンって来てさ、入ったなと思ったら、ブーってこう言うから何よこれって言ったら、これぐらいって言うんだよ。あ、そうそうそう、これぐらいはねえだろ、お前。いやいやいや、よく言われましたよ、このぐらいとか。これぐらいって何だこれみたいな。でもそれはしょうがないじゃない、そこ帰るわけじゃない。なんかそこのこのなんていうの呼吸、だから嫌な人もいますよ、それアンパイア。でもなんか冷たい感じは嫌ですよね、うん、そうそう。もう2ミリとか1ミリとか言われた方がまだもうしょうがないなって思いますよね。そんなの見えるのかよ、見え絶対見えじゃないですか。見えないよ。まあそういうこう人間臭さっていうかさ、はいはい、アンパイアとの関係だから、はい、だからあんなねリクエストをね、はい、やっちゃいかんよ。やっぱりやって間も長くなるし、うん、あれをね人間がねあれ見てねセーフでアウトだって喜ぶって人間いやらしいよ。でもいっぱい間違いがないですよ。あるあるあるでしょ。それがサヨナラなのか、うん、アウトなのかって。だけどそれはね運命や、まあ、ね、人間がみんなそれで神一人で生きてるじゃない。まあそうですね、ね、だから交通事故でも何でもそうじゃないか、まあ、それをねギシ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 さ、そしたらね、実際ね、アメリカでも実験したら2000台ぐらいカメラないとダメらしい。ああ、そうですか。あんなテレビがジャッと映してるやつをね、こっちからこっちからでやって判定されたらかなわないよね。
もう最近あのこれ覆らないのっていうような判定もあるし、ああ、あるある、ありますよね、うん、だんだんあれ慣れてきてね、アンパイアもここでね、もういいな、これ覆ったらね、あの具合悪いなみたいな、やっぱりそういうの出てきてる、うんうん、だからそもそもやっちゃいけないし、アンパイアの腕を磨く人生、うん、ちょっと先手が入ったのに、はい、上からタッチしたけど、あーたーって言われたら、あ、これも人生かというね、うん、これがいいんだよ、人間が。いや、僕もそう思いますよね。そうだろ、やっぱり人間がみんなやってることだから、そこに間違いが起きても仕方ないと思ってるし、そうそう、あのね、人生はね、こういう色だよ、こういう色、灰色、これは白と黒を混ぜ合わせたらこういう色になる。世の中に白と黒だけじゃない、そういう人生だった。いや、みんなそうじゃない、みんなそうだよ。世の中でね、グレーな人間 いないってありえない、白と黒しかいないと。そういうふうに感じて生きてるんですか、ね、いや、それはだから勝負事は特に、あ、そうです ね、アンパイアの何とも言えないね、まあ下手あるじゃないですか。 ありますね。まあ、俺だってあれ、ストライクをちゃんとストライクって言ったらあと50勝ぐらいしてたのかな。まあでも、あの審判によって相性もあるし、それはまあ時の運っていうのもありますよね。それともう一つはね、はい、やっぱアンパイアはね、中には野球選手崩れがいるじゃない。ありますね、まあ、崩れって言っちゃいけないけど、うまくいかなかった人間ってね、俺はどっかにね、妬み根性あると思うんだよ。なるほど、うん、だからやっぱりその公平に見る目っていうのがね、ちょっとやっぱり次元が違うところもある。そういう人がやってんだから、うん、あんまり杓子定規にね、あのやるべきじゃないと。なるほど、うん、だからまあリクエストなんかはいらないと。いない、もう何とも言うようにね、あんなもんね、敬遠、敬遠、ああ、申告敬遠、申告敬遠、あれはいいと思うよ。 あれ面倒くさくない、俺なんかあれやるときね、もうそれだって当てますもんね。俺一回高橋芳に当ててさ、あいつ公園のネタにしてるらしい。もう4球投げるのめんどくさいから、マウンドから当てるとよしって言ったら、あいつ知らん顔してたねえって言ったら、パシッとこうやってたんだ。その時でコントロールいいんだよ。あいつ来て来てって、一塁ってさ、うなってんだ、一塁で。そりゃうなりますよ。うるせえよお前、お前みたいなやつお前、でも経営なんてもったいないわって思いながら。でも昔の野球ってそういうこう、あったあった、なんですか、人情というか、人情あったよ、ありましたよね。あったね、首位打者取らせたいとかいう時ね、ああ、じゃあ今日は3本ぐらいあのセーフティーバントするわよってね、ああ、セーフティーバントするでしょ、するけど、うまいことしないから、ピッチャーゴロになっちゃうわけな、ね、そのままおったらアウトじゃない、しばらく走るまで待ってたりするな、やっぱありました、あったよって、やっぱ人脈作らないかもしれないからね、やっぱりね、そういう、やっぱ嫌われたらいかんでしょ、呼吸や、やっぱり、で、仲間じゃない、みんな、初戦は。そうですね、喧嘩相手といえど、だからやっぱりみんなで助け合わないと、どっかでね、はい、でやっぱりミスも認め合うと、まあそうですね、うん、人間味はやっぱりね、あるから、あれファンもいっぱい見るんだしね、そう思いますね、一回でやっちゃダメですよ、あの人間が嫌らしくなるわ、逆にあの機械でね、判定なんかすると、あのもういかにも人のミスをね、こうやって上げつらってるような、あの人間社会にとってね、良くないですよ。あのね、審判の方も家庭があって、うん、お子さんいるでしょ、うん、それがいじめに遭うって、いや、そりゃそうですよ、なんか間違いない、間違いないですよ、だからああいうのはあんまり やってほしくないっていう話はありますけどね、それ言っとかない、やっぱりコロッと話変えていいですか、うん、今年の話にどう思いますか。あれはもうみんなが言うように、俺なんかシーズン前にキャンプの前に矢野が、その私は今年でやるんですか、はいはい、辞めるっていうのはまあいいとしても、はい、やめる覚悟でやると思い切った采配できるって、これがいけなかったんだ、うん、じゃあお前今までなんで思い切った采配しなかったの。まあそうですね、別に監督だからね、はい、いろんなことをやってもいいわけですよ、うん、思い切ったことをいっぱいやればよかったのに、うん、そのやれなかったから今まで成績がね、上がらなかったっていう言い訳してるみたいな感じでしょ。だからやっぱりあのところからちょっと微妙にこう選手の空気も変わりましたね。変わったんじゃない。変わりました、変わりました、うん、あれ変わるもんなんよね。でもここに来て調子上がってるじゃないですか、うん、まあみんな諦めたんじゃない。それとシーズン後半になると成績上げないと給料下がるからね。なるほどね、うん、まあ自分のことを考えたら、そう、自分のことを大山見たらよく分かるじゃん。でも OB として次期監督って誰なんですか。
あのね、なんか情報持ってるでしょ。いや持ってない。嘘ばっかり。いや絶対持ってない。いやだからそこは俺今日ツッコミどころだなと思って。いや俺もいろんなやつに聞いてんだけど、はい、ない。それでね、この前予算に